牧選手が先行ですねのミドル 2.66、 菅沼選手がその内につけれるのか、 2.73 センチで脇選手先行台。ゲームスタート。今日誕生日なんですね。おめでとうございます。あ、本当綺麗に投げますね。本当大阪の方はですね、もう大阪と聞けばもうスティールダーツ上手と思ってしまいますからね。さあカバーしてきました。いいグルーピングですね。ナイグルナイグルって感じですね。さあトリプルから、さあ2本目140。いや菅沼選手もこうこっちから抜けてきてますね。今日なんかいい感じで投げてますね菅沼選手。あっとこれはトリプル3連発ですね。隣の218残り、脇陣選手これでトリプル捉えて上がり目出しました。さあ96点で206残り、先に上がり目を出した脇選手。19からもう一本、トリプル取られてもう一本、110残り。さあそして19に行くのか、18でアレンジ。110残り、20から、これで上がり目がなくなった。アレンジまで。打ち。そして3本目。24ダーツでキープ。脇選手。脇順選手。菅沼選手先行のゲームスタート。いやーナイスキープ。一歩間違えばトン80ですよ。
そして菅野選手。おお、ワンオーディですか。いや、合ってきましたね。100でつないでくる。バキジュン。さあ、85を取ってきて順調に削ってくる菅沼選手。キヨピ。216残り。トリプル捉えてナイスアレンジ。トリプルから。感じで狙えてます。もう一本ダブルアレンジ決まらず。トリプルからそして18。決まった。ナイスアレンジ。さあ、アレンジからの20ダブル。10ダブル。さあ、これで脇選手にチャンス。1投目16ダーツでブレイク。流れとしてはですね、菅沼選手が点取り良かったんですが、やはりダブル。ブルをしっかりと脇選手が決めてきました。本当綺麗に投げますよね、脇選手。さあ、対する菅沼選手。今日いい感じでね、ダーツまとまってますよね。じゃあ、ここはロースコア。菅沼選手、チャンス。さあ、お互い小康状態の展開。どちらが抜け出すのか。トリプルから。そして、いや、合い出すとね、菅沼選手、バンバンってきますね。1投目が大事ですね。やっぱり1投目。
1投目にね、いいところにつけると20絡んできますね、菅沼選手。これは下なので少し狙いにくいのか。はい、こんばんは。さあ、ここ57捉えてきました。139残り21、18からの20。トリプル絡んでもう一本。わあ、ここで140で82残り。さあ、しっかりとアレンジして20ダブル。決まらず。さあ、82のブル14ってところですけどね。ブルから行って2に入って20。トリプル捉えましたね。そして10ダブル。うち2本目23ダーツでブレイク。そして菅沼選手先行のゲームスタート。本当に綺麗なフォームですね、青木選手。1投目いいとこつけると絡んできます。140。いや、本当に1投目大事ですね。青木選手もいいところにつけて140。菅沼選手トリプル捉えて、これもう一本ですか。いや、いい感じで乗ってきましたね、お互い。さあ、20ライン外したくなかったところですけどね。ブル20。さあ、20か。18、トリプル捉えればインナートライ。ナイストライ。いや、いいですね。これ面白くなってきました。135、これブルから外して20に戻る。これで19まで。さあ、25残り9。そして8ダブル。決まった。17、9。
キープ。さあ、キープブレイクとこういうきちんとした流れになってきてますが、菅沼選手もこう流れいい流れになってきましたね。エントリーを絡めながらダブルをしっかり決めてまいります。お互い一進一退の試合。下につくと19にスイッチするのが脇選手。さあ18スイッチして絡めてきます。54を絡めてきました。さあいいところにつけましたね。ここに入ると、あトリプル捉える。そしていやここで100取ってきました。脇選手が一歩リード。いやー綺麗に捉えてきます。100返す。いやーここ上がり目出してきました。100取って150残り。さあ296残り。大きく削らないといけません。トリプルからこれで、上がり目が出ない。さあ150残り。60からバーッとサイドにずれてトリプル捉えて19トリプル決まった。ナイスアレンジ。さあそしてここは19。20でもいいんですけどね。ああここはサイドですね。上がり目出せず。さあ16ダブル。さあちょっとダーツが多分内に寄ってるんでしょうね。ちょっと狙いにくい。決まらず。さあ173上がり目がないので19からいく。さあ135残り。さあここはどこに行くか。19に行きました。加えてナイスアレンジ。16ダブル打ち外。そして決まらず。さあここで菅沼選手ワンチャンス来ました。18から。アレンジからの20ダブル。それはダメだ。それはダメだ。さあ8ダブル。これは下のダブル。こういうのしっかりと、こういうのしっかりと、こういうのはしっかりいきたいですね。さあ7。まあ19気味の7でもいいんですけどね。ここはしっかりアレンジして。
だっと、これは、ね、ここはしっかりって言いながらダブルに入れちゃいましたね。さあ8ダブル、さあここも狙いにくくなるのか、サイドから2投目26ダーツで脇選手が5レック目取りました。3-2ですね。ゲームは菅沼選手先行のゲーム。いやナイスキープですね。ナイスなんです。さあ100取ってきました、脇選手。さあトリプル捉えて140。いやナイスグループ。さあ261残り、サイドから。19スイッチして決まらずですね。207残り。207残り、トリプル捉えてきた。そして1920に行く。いやー140、ここで140は素晴らしい。トリプル捉えてきますが上がり目出せず。さあ17、19、そして3本目、これで脇選手王手。15ダーツでブレイク、ナイスダーツ。さあそして7レック目ですね。脇選手が先行のゲームとなります。さあしっかりといいキープですね。ラインがしっかりあった。トリプル捉えて、ここもしっかり取ってきました。トリプル140。トリプルから、
さあ201残り。19捉えて27。トリプル、トリプル、140。残り菅沼選手に上がり目がないので、ここは考えたアレンジをしたいところ。16、トリプル捉えてナイスアレンジ。勝利の8ダブル打ち。そして4ダブル、2投目。いやー強い。脇選手見事な勝利で、菅沼選手との接戦を制しました。あ、音大丈夫ですか？あ、はい。あ、お誕生日おめでとうございます。あ、ありがとうございます。すいません。誕生日でなおかつ勝利、素晴らしいダーツですね、はい、いや申し訳ないですけど今日初めてね、あの見させていただきたんですが、はい、あ、すごい綺麗なフォームで、でやっぱりこうスティールのこう経験も長いんですか？いやもう全然本当にあのフィドのオンラインカップが始まってちょっとスティールを始めたって感じでした。まマジですか？めちゃめちゃうまいやないですか。ありがとうございます。はい、いやいやすごい落ち着いて投げてたし、はい、あのもう、あの失礼ですけどジャパンではもう長いこと投げてらっしゃるんですか？でもジャパンもそんなにまだ経験がなくて、今ちょっとあの試合経験を積みたくてちょっとフィドも出させてもらって。いや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 、試合経験積んだらもう本当めちゃくちゃ強くなると思いますよ。はい、やっぱこう大阪、あの身近にいい素晴らしい選手がたくさんいるのでいいですね。本当に。はい。ダーツ歴どのくらいですか？ダーツ歴4年ぐらいです。あ、そうなんですね、はい、唐揚げが好きなんですね。はい、唐揚げ作るのが好き。あ、作るのも好きですね、はい、食べるのも好きなんですね。はい、はい、今日あのたくさん応援されてた方がいらっしゃって、はい、すごい、はい、書き込みを盛り上がってたので最後応援していただいた皆様に一言よろしくお願いします、はい、本当に試合出る前にいろんなメッセージとかいただきまして、でその、まあ、おかげで、まあ、勝てたっていうところもありますので、本当にありがとうございます、はい、いやいや本当にまた大阪から有望な若者が出てきたと期待してますので、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、見事に勝利した脇選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます、はい。